やることいっぱいあってさ。なかったもんね、もう。何しゃべる？何しゃべるの？何しゃべる？今日なんかお題みたいな、今日これしゃべりたいですみたいなのがあるわけじゃないわけさ。うん。でも最近エリなんかね、いろいろあったでしょ。いろいろあったでしょ。それはちょっとちゃんと言っとかないといけないんじゃないかと思って。なんそれ。先週別れそうになってから月一恒例の分からないということで、ちょっと今回最近あった喧嘩について話そうよ、一緒に。しょっちゅう喧嘩の話ばっかしてんな、本当に。そうだよ、喧嘩、喧嘩公開チャンネルだから。まあ別にね、仲いい時だけじゃないからね。そう、カップ付き合ってると。そう、でも最近動画投稿してなかったのね、別に喧嘩したからっていうわけではないからね。そうね、それは関係ないからね、全然。ご安心ください。喧嘩は喧嘩で、ただバチバチしてました。はい。何が喧嘩の理由だった？覚えてる？正直。覚えてないでしょ。ギリ覚えてないんだよね。喧嘩の理由は、なんだっけな。多分なんかすっごい些細なことだったとは思うんだけど。そうね。なんかね、その喧嘩の理由、始まった理由が大事じゃなくて、その喧嘩してる途中の過程っていうのがちょっとなんか、エリとセイタさんはめっちゃごちゃごちゃするなっていうのを感じてて、はい、なんか喧嘩の途中でさ、どうしてもなんか相手の言い方だったりとか、その態度とか、なんか自分の話を聞いてくれないとか、なんかそういうのに対してお互いがなんか、いや今のなんか話聞いてもらえんみたいな感じとか、はいはい、っていう風になってくるから、なんかどん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 話がずれて、結局何の話してたのかわからないし、そこの何で飛んで話も解決してないしっていうので、どうしても大きい喧嘩になってしまって、でエリが出ていくとかね、もうなんかちょっと騒いじゃったりとかして。そうね、それが今回は良くなかったかなと反省はしております。まあね、怒ってしまったらね、話し合いができないからね、うん、女性側によくあると思うんだけど、なんかね、ただ話を聞いてほしい、受け入れてほしいっていうか、なんか言ったことに対して、うん、いや事実はこうだからとかじゃなくて、いやだからこれで悲しかったって気持ちは、あそうだったんだね、それじゃ悲しかったんだね、じゃあそこはごめんねって、うん、なんだろう、一回言ってほしいみたいな気持ちがどうしてもあって、はい、その気持ちがどうしてもあったから、なんかなんで何回も言ってるのに言ってくれないのみたいなのがちょっとなんか今回爆発した感じはあったかもしれない、A の中でも。男の人と女の人のこれ特性的な違いも多分一応ありはすると思うけど ね、男の人はどうしてもこのなんか解決のためにどうしようかっていう常に考えるけど、ね、うん、女の人はどっちかといえばそっちよりも分かってもらいたいっていう気持ちの方が強くなるのかもしれないね。なんか分かってもらいたいけど、なんか分かってとか言ったら求めになるのかなとか思って、うん、分かってほしいって気持ちがあるけど、それを相手がやらなかった時なんでやらないのってなったら求めだよね。喧嘩中ってさ、ヒートアップしすぎて自分で止められないから、ちょっとなんか消火作業みたいな、うん、もう手伝ってほしいよ。僕はなんかそれが分からないよね。そう、怒って止められないっていうのが今回ね、生徒さんに言ったんだよね。喧嘩者怒ってる時にその、なんエリを落ち着けるのを手伝ってほしい、自分でどうしてもコントロールができないから落ち着けるの協力してほしい、だけなのにみたいな。なのでさ、なんか絶対触ったら火傷するって分かってる火の中に飛び込む、なかなかさ自分が死ぬなって分かるからさ、うん、でもさ今回さ嬉しかったのがさ、生徒さんがさもうめっちゃ長引いて喧嘩して、もういいよみたいな、もういいよ別れたらいいさみたいな。もうエリも、エリがね、あ、ちなみにエリがね、一人でね、俺が別れることは絶対言わないから、生徒さんは別れるとかじゃなくて、本当にもうエリがもう俺と一緒にいて辛いんだったら別れるって選択肢は取るけどみたいな、俺は一緒にいたいっていうのを前提で一回落ち着いてから話がしたいっていうまさに大人の対応を取ってたので、大人だろ、めっちゃ対応がなんかさ、自分よりすごい、なんだろう、落ち着いてるなって思うから、なんかそのなんか余裕みたいな思うわけ。俺はなんか一時の感情でなんか全てを決断し後悔したくないわけよ、ちゃんと考えたい人だから、ね、だからでも生徒さんがそんな余裕だろみたいな、こっちもなんか余計イライラするでしょ、何すんの余裕みたいな感じでしたから、違うさ、なんか余裕なんだったら受け入れるよみたいな。余裕ではないからね。余裕じゃなくて自分の感情を自分で一生懸命コントロールして、すごいなって思う、話すわけよ。そう、エリがうんみたいななってる時に、生徒さんが外に出かけて帰ってきた時に、何してんのみたいな、何してる、携帯触ってるだけですけどみたいな感じだったら、くさり返したらはみたいな、こう見てわかりませんみたいな気持ちで思ってたら何も言わないよ、めっちゃトゲトゲしてる、うん、本当にみたいな感じだったわけ。そしたら生徒さんがはいもうって言ってこなして、
け、とか、なんかもうこんなってやってほしかったんだよ、ごめんね、俺もやってあげられなくてみたいな、はいはい、いてくれた時も、本当そう、本当そうやってやってほしかっただけなんだよねと思って、なんかその時初めて素直になんか、ミリもせずさんと一緒にいたいと思ってるって、ただ自分の心がすごく苦しくてみたいなのをちゃんと素直に話せたから、なんかありがとうって思って、はいはい、だから俺の中でもあったんだよ、その、なんだ、変な言い方だけど、こっちに全然落ち度がないようなことに、こっちからなんで謝らないといけないの、うん、みたいな、うん、なんていうかこう、なんで悪くない方が相手を 許さないといけない、うん、みたいな、なんか自分が損しちゃう、うん、なんか負けた気になるっていう感情が俺の中にあるなと思ったから、うん、で、俺は一人で出かけて、うん、海見ながらさ、一人でいろいろ考えてて、うん、でも相手が全力で謝っても俺が許さないって決めたら、うん、いや、許さんさ、うん、まあ、でももし相手が適当に謝ったとしても俺が許すって決めたら、うん、あ、ごめんって言っても OK、じゃあ自分って俺許せるぞ、うん、ってことは許せるか許せないか俺が許す許さないを全部決めてるだけの話だ、ね、全部俺の話じゃん、うん、ってことは今モヤモヤしてエリのこと許せないなっていうモヤモヤしてる感情を、うん、俺が勝手に許さないっていう選択をしてるだけなんだ、はいはい、っていうことに俺は気づいて、人をこうやってなんだモヤモヤする中でも許せるようになっていったら、多分この自分の中のこのレベルっていうかこう人間性は上がるんだろうなと思って、うん、ここをできるかできないかが俺にとってすごく重要なポイントだなと思ったから、うん、俺は帰ってエリそうやってごめんねって言ったわけっていうところだった。でもこれって結構でもね、同じように多分思ってる人多いと思うよ。うん、特に男の人は。自分は悪くないのにって。そうそうそう。だから近い存在の時それ起きるんよね。そうね。なんかエリー結構さ、喧嘩とかしたらさ、自分からさ、ごめんねとか言いに行くじゃん。うん。必ず喧嘩したってことはエリーが怒るじゃん。うん。怒ったことに対して相手もはってなってるから喧嘩っていうものになってるわけであるから、うん、必ずどなんかお互いに何か責任とかがあるはずだとエリは思っているわけです、うん、必ず2人の問題だよねって、ね、だから謝るって言ってどっちが割合が大きいとかじゃなくてどっちでもいいやんみたいな思ってる派だったわけさ、うん、それででもまあ毎回エリが謝ったりしてるみたいな感じの感覚で、生徒さんもね最近少しずつさ自分からこんなして仲直りみたいな感じで来てくれたりするのはすごい嬉しいし、うん、やってきてくれるけど、なんかエリがよく謝ってるみたいな、エリも自分の中でそういうなんだろうプライドじゃないけどなんか変なのを持ってると思うわけさ。じゃあそれが許す許さないの話、ね、そう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 、謝るか謝らないかじゃないんだよこれ。そう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 。そうなんよね。だから同じでもやっぱなんか怒るっていうのはやっぱ難しくなるような話し合いがごちゃごちゃなりやすいよね。やっぱさホルモンの影響は強いと思うよ。やっぱ何話？生理を前って。分かるよ。だから、まあ、あるんだろうな。だから出かけなさいって言ってるのに出かけんしょずっと。ずっと話し合いをするから、だって一回距離置こうって言ってるのにさ、話し合いをすればするほど別れる方向に行ってしまうからって。なんかさ、家じゃ出てってみたいな感じでなるけどさ。だからエリが家出るの嫌だ、俺出るよって言ってるけど、意地でも出ないからさ、なんかずっといるからさ。出るって言ってからなんかさ、やることいっぱいあってさ。なかったわね、もう。荷物も全部玄関準備されてた。でもなかったわ。なんか自分の中でモヤモヤしてるから相手に言いたいっていうのもあったんだと思うし。そう、多分それだわけよ。なんかさ、分かる、中途半端にさ、話切られてって言ったらあれだけど、分かる、距離を置くためにね、もちろん必要なのは分かってるけど、伝えたいことぐらい伝えさせてみたいな、まず離れるのも分かる、ただとりあえず話一回聞いてからにしてっていう感じはあったんだと。なんかそれがうまくいかないって言ってるから離れようってなったさ、2人でこういう時話してもうまくいかないよねって。今度は出ていく、分かった、ちゃんと出ていくから、ごめん、距離を置こう。ごめん、今度は出ていきます。だからあれさ、ほらギュってしたエリ、イキリなんかあれしょ、センスはエリのこと怒ってる時いつも言うさ、ハリネズミみたい、そうずっと自分からトゲ持ってるみたい、トゲだらけだからさ、あのなんか怒ってる時ハリネズミみたいになってるからさ、そんなの抱きしめねえって俺でもずさぼろの中刺さって、うん、でもあの違う、あの時はエリがハリを収めてたからいけたんだよって言ったさ、俺あの時のエリは。そうもうシャーみたいな時だったらいけんわ、もうだって刺されて俺死ぬなってわかるからその時はいけないよ。もしかしたらその時こそ行くのがなんかその大事かもしれない、大事だよって言う人もいるかもしれんけど、そうよ、そうだけど、それで俺がズタボロになって結局俺が持たなくなって、うん、もう別れましょうって言い出したら、うん、もうそれこそ本末転倒だなって思うから、
相手を大事にするのも大事だけど、自分もやっぱ大事にしながら、このバランスっていうのがやっぱ大事だから。バランスね、結局ね。うん、何でもかんでも男の人がそういうのやるっていうのも違うし、うん、だからといって生理だから許してっていうのは違うとエリも分かってるから、そこは ね。そしたら、ね、一生これは終わらないことだから、ね、そうしたらね、セツさんが一生許さんといけんでしょ、うん、結局のお互いで歩み寄れるところ歩み寄って、うん、そうだってごめんねって言えたらいいなってもエリも思うから、っていう感じで、ちょっと最近喧嘩してました、はい、ってことね。まあ、エリーと喧嘩したことで結果的に俺は自分の人間性がまた一つ上がったなと思った、うん、で、ここで俺は別に許さないっていう、さっき言った選択をすることもできた、自由だからね、うん、でも許さないって選択をしたら多分俺はそこで止まったと思うけど、うん、そこでまた許すっていうことを自分の中でできたから、うん、まあ、今後エリーだけじゃなくそういうのできるようになったってことはレベルが一個上がったって思ってるから、俺としては良かったと思ってる。まあね、して何かじゃないと、エリーもそうじゃないと意味のない喧嘩だから、ね、これただ喧嘩してバン終わりって意味のないものになっちゃうから、うん、でもエリーも今回の喧嘩に関しては、うん、なんか3年も付き合ってきてる中で当たり前になってる部分があると思うわけさ、お互いの存在が、はいはい、だからなんかそこでなんかセイタさんにこうなって抱きしめてもらった時にすごくあったかかったわけ、セイタさんの中がさ、はい、で、なんかすごく自分が落ち着いていくっていう心の感覚もあったし、うん、やっぱこの人と一緒にいたいんだなみたいなのを考えさせられるきっかけになったし、うん、それがエリーの中で心地よくて、この人のそばにやっぱいたいなって思えるきっかけになったから、まあ喧嘩して意味ないことはなかったかなって、そういうエリーの中でも気づきがあったなって思います。そう思ってるんだったら別れを口にするのはあんまりよろしくないと思います。なんか別れるって言えば引き止められるみたいな、なんか話になった。違うよ、そういうことじゃない。じゃなくて怒ってもいいよ、感情的になっていいけど、うん、別れっていうワードを出すとやっぱりこうね、どうしてもそっちに行ってしまうから。じゃあなんで別れってワードをもし出すことがあるのであれば、落ち着いてる時に本当にその冷静になって考えた時にもそう考えるんだったら、その話はしましょうってことで OK ね。そうその時、感情の時はやっぱ避けて、ホルモンの影響で言わされてる可能性があるから、そういう時はちょっと頑張ろうって、頑張るね、うん、ツンツンしてる時に抱きしめてほしいんだったら針をちょっと収めるっていうエリーもやってほしいし、俺も行くようにするっていう、そう、うーされてたら俺も行けんから、このセツさんともしっかり話し合う場として、うん、あえて今回動画で動画の前だったらセツさんよく喋るので、よく喋るで、動画の前、俺もよく喋るよ、動画の前だったらエリが怒らずに聞いてくれるからね。なんでか、ね、違うの話し合いの場としては最適なんだよ。そう、カメラがあるとエリは怒らないからね。怒らないね。でもよかったです、無事に話し合いできて、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。っていううちらの近況報告です。はい。うちらのごたごた聞いてください。ありがとうございました。もうじゃあ人のごたごた聞いてから、こんなでした。あのキラキラしてる部分だけじゃなくて、あのドロドロしてる部分もちゃんと伝えていくのが大事だからね。ドロドロしてるか、ドロドロしてるやんね。ドロドロって言い方が変だけど、で逆に喧嘩、まあ、よくしてるんでしょうみたいな思われるかもしれないけど、仲良しな日も多いです。うん、そうね、喧嘩ばっかりだけじゃないからね、うん、だから喧嘩も悪いもんじゃないと思ってるし、うん、こうやって何かしら、ね、気づきがあるから、だから喧嘩いっぱいしてするのが嫌だって悩んでる人も、そこに何の意味があるんだろうっていうこうね、何かを見出せたら素敵だと思う。ありがとうございます、綺麗にまとめていただいて。はいはい、じゃあ終わりですね。YouTube の撮り方忘れてるさ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。仲良ししとこ、一回仲良しも見せとこ。どうやって仲良しを見せるの。ちょっと頭持ってきて。あ、ちょ、運転手だから見てもらっていい。危ないから。はい。